はい、どうも、こんにちは。メディカルハーブコーディネーター、トミーでございます。ナチュラルビューティースタイリストですね。はい、いつでも受けられるネット専用の美と健康を意識した試験でございますが、今回はチャプター2から、先日のチャプター1に引き続きやっていきたいと思います。チャプター2ですね、かなり、多くなりまして、ちょっとこれは、チャプター2の中でも一つ一つ区切っていきたいと思いますので、まあいろいろと喋ることが多くなると思いますが、楽しくね、学んでいってもらえれば嬉しいなと思いますね。ちょっと全部やるとかなり多くなりますので、小分けにしていきたいと思います。ではまずはじめに体の内側に磨きをかけることが実は近道ということで、体の内側から整えるという大きな題名でチャプター2いきたいと思います。それでは栄養素の種類というところからですが、栄養素というのはですね、エネルギー源になる、それから体の組織を作る、体の調子を整えるということで、ここから小分けしていく形になりますね。炭水化物や脂質、タンパク質というのはエネルギー源になるところですね。それから右上ですかね、タンパク質、ミネラルと脂質、この3つは体の組織を作るためにあります。はい。それから、ビタミンとこのミネラルというのは体の調子を整えるというような栄養素の分類になるということですね。うん。まあ、この辺は大分類と小分類の区分けになります。はい。で、続いてですね、現代女性は圧倒的栄養失調ということですね。うすうす感じてるかもしれませんが、女性の皆さん気をつけてくださいという警告です。食の欧米化が進んだ影響で動物性タンパク質や脂質が増えたのに対して、炭水化物や食物繊維の摂取量は減少傾向に昨今あります。中でも一番減少しているのがビタミンと亜鉛ということなんですね。うん。結構、どちらもですね、女性ホルモンの合成をサポートするので、非常に大事ということで積極的に取り入れてほしいなと思いますね。まあ、このビタミン亜鉛を、どういったものから取れるっていう食材も今後紹介していきますので、まあ、結構ここが今不足している女性が多いという現実はあるのでですね。はい。働き方改革もね、あっていろいろと忙しい、現代かと思いますので、効率よくね、栄養素を摂取していく時代が、やってきたのかなと思っております。はい。続いてですね、世界文化遺産にも登録されている和食というものについて、私も結構和食についてですね、最近見直したところですね、このテキストを勉強しまして、皆さんも和食についてですね、日本が誇る文化というのをもう一度見直してほしいなと思います。はい。理由はですね、すべてにおいてバランスが良く、欧米型の食事に比べまして、魚や豆腐などの良質なタンパク質や脂質が多いことが挙げられます。ということですね。ちょっと話それますけれども、大戸屋食堂、ご飯どころっていうね、会社様があると思いますが、私、あれのですね、創業者の方のですね、本を最近読みまして、この日本人の方にですね、和食文化というのを守っていきたいというね、高い志を持って事業されていたということをね、すごく知ってですね、まあ、家庭の料理というか、日本のこの和食というものですかね、非常にこの胃に優しくてですね、バランスに優れているということで、もう一度この和食について見直していくべき時代がやってきたと思っております。はい。続いてですね、この和食について一汁三菜を実践してみようということで、一度は聞いたことあるかと思いますが、一汁三菜ですね。はい。で、この三菜の決め方についてテキストでは書かれております。1、主菜についてタンパク質の取れるメインをまず決めるということですね。まあ、この写真のような感じが一汁三菜になるわけなんですけども、2つ目、副菜は残り2つのおかずは野菜を中心に作っていった方がいいということですね。はい。あと3つ目は素材が重複しないように、まあ、なるべく、まあそうですね、カラフルに栄養素のバランスを考えて、素材を選んでいくということですね。はい。まあ、主菜、副菜と、あとのその他の素材ですね。これらをバランスよく組み合わせたものでございます。はい。続いて、あまり聞かないんですけれども、五味五色五法というね、こういう和食文化があります。はい。解説ですが、中国の温行五行説ですね。はい。これに由来してます。五色の食旬の食材を用いて5つの色合いを整えですね、その食材に合った料理法で仕上げることで様々な食材を効率的に取ることができますということで、まあもうちょっと噛み砕きますとですね、5色の色合いを使って鮮やかな
この、まあ、主にこの刺身を刺されるんですけども、こういう感じで、色鮮やかに盛り付けされたものを言います。はい。続いて、もうちょっと深掘って、語尾ですね。5つの味と書くのは何ぞやということで、これは甘い、酸っぱい、酸ですね。あとは辛いと、苦いと、あと甘と読みますけども、これの5つの味覚のことということで、最後のこの甘というのは、難しい漢字で、塩辛いという意味ですね。はい。まあ、その他、甘い、酸っぱい、それから、辛い、苦いはわかるかと思いますが、あと、缶というのの、塩辛いを入れて、ゴミと言っております。はい。はい。続いてですね、五色ですね。はい。これは、白、黄色、赤色、青色、黒色の5つの色彩のことと言われています。はい。最後に、五宝についてですが、これは生ですね。はい、生野菜の生です。それから煮る、焼く、揚げる、蒸すの5つの調理法のことということですね。まあ、これも和食において様々な調理法で料理が作られていますので、ふんだんにね、この五宝を活用した料理というのも非常に栄養価においては大事かということでございますね。はい。続いて、旬の食材はなぜ体にいいのかということで、旬の食材を見直そうというコーナーでございます。はい。で、具体的に何ぞやと言いますと、春夏秋冬それぞれの旬の食材を、まあ、全部ですね、知らなくてもいいんですが、知っておいていただけると非常に、皆さんがスーパー等でね、買い物をする際に、主婦の方なんかには特にいいかと思います。まあ、私みたいなこう男のね、料理される方にもぜひ知っておいてほしいなということですね。はい。まずですね、それぞれの春夏秋冬には、旬の食材がなぜその旬で、作られているか育っているのかっていうね、意味合いが意外とあったりするんですね。はい。そこをまずご案内しますと、春というのはですね、体に優しく働きかける植物繊維が多く苦味や香りが高いものというね、食材になっております。はい。食物繊維が多くてですね、意外と苦いものが多いんですね。はい。代表的なのはこの中ではやはりピーマンでしょうかね。私はあまりピーマンがですね、情けないことに食べられないんですけれども、子供の頃から苦手なんですが、大人になって少しずつですね、美味しさがわかるようになってきました。はい。それからニラですね。あとグリーンピース、タケノコ。タケノコは私大好きです。はい。あとカリフラワー、ソラマメ、アスパラガス、キャベツ、菜の花ということですね。この辺が春の食材です。あと、この辺のフルーツでいきますと、ネーブルオレンジ、イチゴ、バナナという組み合わせとなっております。はい。続いて、夏の食材ですが、体を冷やし、利尿作用を持つ水分やカリウム、ビタミンの多いものという食材でございます。はい。これは野菜系ですと、みょうが、大葉、生姜、あとニンニク、インゲン、ナス、それからトマト、ゴーヤ、トウモロコシというね、夏の、メイン食材となっておりますね。うん。それからフルーツは梨、スイカ、夏みかんというどれも水分がかなり多いものがピックアップされていますね。はい。まあ、体を冷やすというね、食材の大元の理由があるということです。はい。続いて秋のシーズンですが、夏の疲れを改善して冬の蓄えをするぬめりがあり、食物繊維をこれも多く含んでいるということですね。秋は秋の理由があるということですね。これは夏のね、疲れを改善する、または冬の蓄えをするというところが大事なんですね。ぬめり気がある食材が多いというのもポイントですね。はい。なんぞやということで、かぼちゃ、それから、チンゲン菜、あと人参ですね。里芋、キノコ類と銀杏。銀杏もありますね。あと、さつまいも、じゃがいもという芋類も確かにぬめり気があるといえばあると思いますね。はい。それから柿、ぶどう、栗というのがフルーツ系になっています。結構秋は秋で面白い食材が揃われてますね。かぼちゃなんかはすごく私も好きでですね。結構なんですかね、調子悪い時にかぼちゃを食べると、腸のね、調子が良くなって、便通がね、便のこう、お通じが良くなるっていうのも実感してますんで、ぜひね、かぼちゃを、食べていただくのを私はおすすめしたいなと思いますね。はい。最後に冬の季節の食材いきたいと思いますが、腸を整え体を温める効果のある地面の下で育つ根菜類などが多いということですね。はい。やっぱり地面の下でね、育つ根菜類というのは体を温めてくれる効果があるということです。はい。具体的な食材、ほうれん草、大根、
レンコン、あとネギ、それから小松菜、ブロッコリーと、あと白菜等が挙げられます。はい。非常に栄養価が高いことでやはり知られるやつですね。大根、あとはそれからブロッコリー、あと小松菜もすごく栄養価が高い、旬の食材としてはすごく、おすすめでございますね。うん。あとフルーツ系ですとリンゴ、みかんと柚子ですね。柚子なんか私も大好きですが、まあいろんな活用法、お風呂に入れたりとかスキンケアにも多くの分野で用いられている食材ですね。はい。一応これらの春夏秋冬の食材をぜひね、旬の食材食べてみてほしいなと思います。はい。それから続いて季節のおすすめレシピでございますが、必要な栄養を効率よく摂ることができる旬の食材です。普段から意識して食材を選んだり献立を考えることがおすすめですと、季節ごとに手軽にできるレシピをご紹介しますということで、ちょっとねレシピについてすみません、長くなりますので、ここはちょっと省いて次回の動画でご説明をしたいと思いますんで、すみません、ちょっと飛ばさせてもらいます。はい。続いて、腸を整えようということで、栄養そのねバランスからまた下りですけども、腸には食べたものを消化するだけではなくて体に有益な物質を作り出したり免疫力を高める働きがあります。はい。今ウイルスで叫ばれてますので、免疫力を高める非常に重要なワードですね。また第二の脳と呼ばれ、体だけでなく心にも影響を与えると言われております。はい。やっぱ腸内環境とね、皆さんもよく聞くと思いますが、やっぱり腸内環境はめちゃくちゃ大事でございます。はい。なんといっても免疫力、病気にかからないっていうところも腸と非常に密接に関係しています。で、続いて何度も言いました腸内環境ですが、腸内環境を改善すれば体調が良くなると言われています。はい。で、鍵を握るのが数百種類の腸内細菌と呼ばれているものですね。これについてですが、まるでお花畑のような腸内フローラというね、ごくについてですが、善玉菌、それから悪玉菌、あとはあまり聞かないんですが日和見菌というのも存在しまして、この無害な日和見菌というのがどちらに善玉につくのか、果たして悪玉につくのか、それによって体調が決まってくるというね、この3つの図式のことを腸内フローラと言うんだということで、ちょっと興味深い内容ですよね。はい。日和見菌の行方というので、ちょっと勉強してほしいなと思いました。はい。続いて善玉菌が多いと何がいいのかっていうことについて深掘っていきます。具体的には便通改善や体内の毒素を排出するデトックス効果が高まります。はい。ビタミンを作る働きを助けますので、疲労回復や美肌効果がアップします。また、アレルギーや感染症も予防してくれるということです。で、逆に悪玉菌が多いとどうなるのかということで、デメリットが盛りだくさんですが、臭いおならが出たりとか便秘や下痢を起こしやすくなります。はい。あとは、肌荒れや頭痛などの不調が出たり、口臭や体臭が強くなるということで、一つもいいことがないですね。まあ、かなり善玉菌が、重要かということで、悪玉菌を減らす活動を我々はしなきゃいけないということですね。はい。続いてまだまだ続きますが、腸を整える食品の代表例ということで、どういった食材をね、腸内環境を良くするために摂ったらいいかということで、ここでもテキストから抜粋しております。まず食物繊維は、緑黄色野菜、あとはごぼう、海藻、きのこ、切り干し大根がおすすめです。続いて発酵食品は納豆、味噌、ヨーグルト、チーズ、キムチとなりまして、最後穀物系ですと玄米、それから胚芽米、あとはアマランサス。これもね、一時期流行りましたね。今はあまり聞かないですけども、アマランサスという穀物も非常に腸にとってはいいですね。まあ、玄米とかもすごくね、女性はよく好んで食べられると思いますが、あまり男性は食べないと思うんですけどね。男性もしっかりとっていただきたいなと思います。発酵食品、食物繊維もすごく重要ですね。はい。続いて、体を温めようということで、冷え性が多いね、女性の方に向けてのエピソードになってますが、冷えは万病のもとと言われておりますので、基礎体温を上げていかなければいけません。で、現代女性は低体温というね、ここ非常に重要なポイントになっております。はい。基礎体温が35度台の人を一般的に低体温と言っているんですね。で、低体温になりますと冷えによって血流が悪くなり、免疫力が低下するため病気になりやすいと言われています。はあ、ということですね。
はい、女性を悩ませる冷え性や生理不順も低体温の人によく見られる症状です。はい、あとここもすごく重要なんですけども、次、排卵がうまく行われていない可能性や、卵巣の機能が低下している可能性があるので注意が必要です。はい、まあ、何のことかと言いますと、要するに妊娠されるかと思うんですけれども、女性が妊娠しにくい体になってしまうというところですね。はい、まあ、ここもナイーブな問題ではあるんですけども、結構この産婦人科の方もですね、声を大にして、現代女性の、基礎体温がね低いということが、まあ、妊娠しづらい体になるということで、警告をね鳴らされております。私も、まあ、男ではありますけども、こういった現実をしっかりと踏まえておいて、まあ、スポーツをしたりとか、あと基礎体温を上げるために、体を温める、先ほど紹介しました冬の食材を摂るとかね、すごく、大事なことかと思いますので、現代女性は意識してほしいなと思います。また男性も、それをねしっかりと支えていかなければいけません。はい、続いて、低体温になる原因は何ぞやということですが、栄養不足、タンパク質や脂質、油質ですね。あとビタミン、ミネラルの不足です。あと、規則な生活や、先ほど言った運動不足もかなり関わってきます。やっぱり汗をかかないと、新陳代謝がね、悪くなりまして、基礎体温が下がりますので、はい、運動が大事です。あとは身体的または精神的なストレスも、まあ、低体温に関わってきます。なので、なるべくストレスをためなくて運動を、していく習慣ですね。あとはしっかりとした栄養素のある食物を、食べるというこの3本柱がやっぱり大事です。はい。で、続いてですね、長くなります。体を温めるとこんないいことがありますということで、まず1、免疫力がアップします。はい。で、免疫細胞を活発にするためにはちょっと高いんですが、36度5分の体温が理想的と言われております。で、体温が1度上がると、免疫力は5から6倍も上がるんですね。まあ、これを聞くとね、大事さというのが身に染みると思います。はい。平熱を上げていきましょう。続いて、基礎代謝量がアップします。内臓の働きや体温を維持するための基礎代謝量を高めますということですね。老廃物が溜まって痩せにくくなるなどの不調の原因に、なることがありますので、基礎代謝も大事です。はい、あと3つ目が解毒作用がアップします。肝臓にはアルコールや薬など体内に入った有害物質を解毒して排出する働きがありますということですね。なので、解毒作用という面からも体を温めることは大事です。はい、では、ですね、最後にですね、体を温める食品の代表例ということで、根菜類、キノコ類、スパイス類というね、まあ、これは分かりそうなんですけども、具体的な食材についても書いております。根菜類は生姜、人参、ごぼう、大根、かぶ、れんこんなどですね。あと、キノコ類は、椎茸、えのきだけ、まいたけ、しめじ、きくらげとなっております。あと、スパイス類は、言わずと知れた唐辛子、あと、胡椒、山椒、ナツメグ、八角となりますね。まあ、これらの食材を使って体を温めて基礎体温をぜひ上げていきましょう。では、今回のチャプター2の、小分けのところですね。体を内側から温めていく、整える、章を一応今回終わっていきたいと思います。